皆さんこんにちは、斉藤正光です。コロナでおうち時間も増え、夏休みも始まっています。そんな時、家の床に任天堂スイッチのコントローラーがたくさん転がっている。そんなことないですか？我が家では本当にこのコントローラーがいくつも床に転がっています。これをきっちりとエレガントに収納するための場所を考えていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。今回はウォールナットとアメリカンブラックチェリーの2種類の材料を使います。それぞれの材料の幅や厚さ、直角、平行、すべてを揃えていきます。製材が終わったのがこちらです。綺麗ですね。ここからはテンプレートを使っていきます。スプレーのりでテンプレートを MDF の上に貼り付けています。じゃあテンプレートを作っていこうと思います。こんな感じで、あとはこの線にもっと近づくように綺麗に仕上げをしていこうと思います。地道な作業ですが、楽をするためにこのテンプレートを綺麗に仕上げていきます。サンドペーパーやヤスリなどを使って、元あった線、黒い線に少しでも近づくように滑らかにしていきます。この後この作業を何度も繰り返すとは、この時は知る由もありません。テンプレートの出来上がりです。じゃあこうやってテンプレート完成したんで、これで型を取りつつ、ラフにジグソーで切って、その後フラッシュトリムビットでカットしていきたいと思います。で、まあ、テンプレートやっぱ若干大きいので、まあ、合わせるなら上側を合わせようということで、こっち側を合わせつつ、まあ、こう斜めになってるとやりにくいんで、ここ最後は丸のこで切りたいので、まあ、それを考えると90度を出してこちら側に合わせつつ、ここをフラッシュにして線を引いてやって、これに沿ってジグソーでカットしていきましょう。さて、じゃあテンプレートができたので加工をしていきたいと思います。若干この加工量がなんとも多いので、やっぱりね、このテンプレートのズレと、ここをカットした時のズレと、こういう誤差が乗ってきて、今の段階でこのぐらいあるんですけど、ちょっとフラッシュトリムビットで加工するには、個人的には加工量、加工しろが多すぎるかなと。で、加工しろが多くなればなるほど危険度が増すので、十分注意してやってください。こっち側はね、適切だと思います。ほとんど段差がなくて、テンプレートよりも本体が加工するものが少し大きい。これかなり大きいですね。もう 4,5 ミリあるぐらい、トリシロ 1,2 ミリぐらいがベストかなと思います。やっぱジグソーで切ったり、まあいろいろするとこうなっちゃいますね。まあちょっと安全に気をつけながらやってみましょう。心配していたことがそのまま起きました。この上側は加工量、取り代も少ないんで、まあ、適切でしょうと言って、バーンマークもほとんど焦げた跡もほとんどなくて、綺麗に加工できてます。で、
こちら側はこちら側は加工量多いですよ、ちょっと危ないかもしれませんと言ってそっちに入った途端、やっぱりビットが引っかかって、見えますかね、ビットが引っかかってこのように一発で黒く焦げてますね。こういう風になっていたのが、ここからこちら側行った途端こう引っかかって割れて飛んでいきましたね。非常に危ないです。ちょっと私もこれはミスですね。危なかったです。皆さんも加工量やっぱり多いのは気をつけてください。それとここはあの小口に、こっちがあの木目の横側でこっち小口側なので、やっぱ引っかかりやすいですね。繊維の束が横から見えてるところなんで、ビットに引っかかると。で実際そこ引っかかってこうポンと取れた。見ていただいたら分かる通り、私の手からもこれ両方とも離れていってますんで、まあこれは非常に危なかったですね。もし手で持っていると、その手でも例えばグッと持っていると手ごと引っ張られてビットにこの手が飛んでいくっていうことがあるので、やるときはできるだけ、よっぽど自信があるときは別ですが、面取りみたいなときは別ですが、こうやってフラッシュ取りにビットでやるときは、よっぽど自信があるときは別ですが、まあ、プッシュブロックを必ず使うことをお勧めします。ちょっと危なかったです。やり方を考えます。こうなったら手仕上げをすることにします。まあ、もともとこういう運命だったんですね。まあテンプレート作るのもそんな時間かんなかったんで、そんなかかんないでしょ、ね、頑張りましょう。急がば回れ。こうやって繰り返す作業をずっと集中するというのは本当に楽しいものでした。手作業がいかに大事かということを再認識できましたし、手作業がいかに安全か、そしてむしろ電動工具よりも早いということがよくわかります。そしてああやって危ないと分かっていながら電動工具を使い続けるのは本当に危ないです。皆さん安全第一ですよ。これを8回繰り返しました。でも綺麗にできましたね。テンプレート通りの形になったら今度は角を丸くしていきます。これも本来はこれもトリマーでやる予定だったのですが、焦げた跡がつきやすいので手作業に変更しています。これもひたすら角を丸くする作業を続けました。どうでしょう、数時間は外でこうやって研磨していたでしょうか。そして雨が降ったので中に入りました。中だと粉塵が舞うので、この夏の時にマスクをするのは本当にとても暑いですが、これも安全第一です。皆さん防塵マスクは必須ですよ。研磨が終わったのでベースになる部分のウォールナットに溝を掘っていきます。15ミリの幅を左右対称に2箇所溝をつけました。さてでは仮組みをしてみたいと思います。こっちからいこうか。一番上の面を合わせて、しっくりぴったりな寸法でいい感じですね。いい感じにできてきたので、ここを切って、仕上げていきましょう。まあ、接着剤で留めていけば終わりですという感じです。まあ、そんなにね力がかかるわけところでもないですし、あんまり多量につけてもはみ出てくるとやりにくいんで、ちょこっとだけ小口じゃないところにつくようにちょっと横につけつつ、
ベースの部分をブロックプレーンで面取りしておきます。細かいところは手で研磨しておきます。オイルを塗っていきましょう。今日もおすもです。アメリカンブラックチェリーいいな。今回はウォールナットのこの白田を切っちゃわずにそのまんま使ったので、ここもいいですよね。木そのものの色が楽しめると思います。地に置いてみて、届く？届いた？うん、よし。兄ちゃん一番上置ける？あ、いいね、届くね。じゃあこれも置いてみて。いいね、置きやすい？うん、いいね、落ちなそうだね。横にも落ちなさそう。うん、まあでもこ、ね、こうやって叩いたら落ちちゃうけどね。これだから乱暴に置いたら落ちちゃう、こうやって。だからちゃんとこう置いて、優しめに置けば、うん、そうだね。子供たちもちゃんと使えそうですし、納得いくものが出来上がりました。いかがだったでしょうか。今日は任天堂スイッチのコントローラーのラックの作り方を見ていただきました。テンプレートとジグソーがあれば比較的複雑な形も作れるというところを見ていただきました。皆さんも複雑な形が作りたいとき、テンプレートを作ってみるといいかもしれません。そしてこのテンプレート、もし必要だという方は少し時間がかかるかもしれませんが、概要欄にリンクを貼っておきますので、もしこれが必要な方はダウンロードしてみてください。それから何もこの形が必ずしも必要というわけではありませんので、皆さんが絵を描いていただいてスプレーのりで貼り付けるだけで同じことができると思います。一度チャレンジしてみてください。今日の動画少しでも役に立ったと思っていただける方は、いいねと、それから次の動画を見逃さないためのチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今のペースですと金曜の夕方6時に毎週1本動画を上げています。見逃さないためにも通知までつけていただけると嬉しく思います。それから最近メンバーシップも始めました。このチャンネルのサポートに興味を持っていただける方がいらっしゃいましたら、私がこのメンバーシップを始めようと思うに至った思いや考え、ストーリーだけでも聞いていただけると嬉しく思います。今日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。